失礼します。失礼します。失礼します。大阪桐蔭戦は1-1で PK だね。はい、出してしまって、それで大阪桐蔭の日はもう自分でも出れないって分かってたんで。からの目標は、やっぱり先輩たちを越すことを目標にして頑張ります。辛い思いをしてると思います。高校でした経験っていうのがこれからの人生の中でも十分にこう生かされてくるんだろうなと思うので、初戦まず本当にいい試合ができて、その勢いのまま目標であったベスト8を達成することができたのは本当に良かったんですけど、本当にベスト4まであと一歩っていうところだったので、そこが本当に悔しかったです。来年は本当に自分たちを超える力が本当にあると思うので、必ず本当に超えてほしいです。やっぱ3年間で本当に苦しいこともきついこともたくさんあった中で、やっぱ本当に仲間とその乗り越えてこれたっていうのは本当に今後の人生にとって大きな財産だと思ってるので、グラウンドも近くにあってすごいいい環境の中で3年間生活できて、とてもいい経験になりました。2回戦で怪我をしてしまって、個人的にはちょっと悔しい気持ちも少し残っています。夢の舞台でのプレーだったので、とても楽しくプレーできたし、来年は今年も、県リーグで得点を取らせていただいたんですけど、来年もしっかり得点を取ってチームでは5冠を取って先輩たちを超えられるように頑張っていきたいです。1年間かけて目標にしてきたことなので、素直に選手たちの頑張りは称えたいと思ってます。ただベスト8に入れたことで、また新しく今度は本当に日本一になってみたいというふうに新しくこう感じることができたので、来年からはそこをターゲットに頑張りたいなと思ってます。